皆さんこんにちは。多発性硬化症患者でもありシンガーのケイコです。さて今日はですね、私ヘルプマークをいつもカバンに所持しているんですけれども、このヘルプマーク使っていると汚れてまいります。その汚れをとても簡単に落とすあれを紹介してみたいと思います。汚れるんですよ。これ汚れるんですよね。今年はまあアレンジしてヘルプマークを所持しているので、この部分は汚れないんですけれども、この部分見えますかね、とっても汚れています。とっても汚れています。見えるかな、とっても汚れているわ。さあこの汚れをですね、いとも簡単に落とす方法があります。それはじゃがじゃーん、もうちょっと開けてひくれるので、まあ、この開け方もちょっと微妙ですけれども、そうなんですけど、100均に売られているですね、この激落ちくん、これを使うととっても簡単に汚れが落ちます。では実際にやってみましょう。この部分はですね、まあこうですね、よいしょ、ちょっと力づけて外すことができます。そしてここも外すことができます。4年ほど使っておりますヘルプマーク、ちょっと汚れておりますね。見えますかね。綺麗にしていってみたいと思います。こちらが激落ちくんです。今濡らしてまいりました。それでは汚れを取っていきたいと思います。はい、見えますかね。だいぶ綺麗になりました。この激落ちくんでヘルプマーク綺麗になります。よかったら試してみてください。